ブロディ・バンワゲネンはアメリカ合衆国の元スポーツエージェント。2018年からは MLB のニューヨークメッツのゼネラルマネージャーを務めていたが、新オーナーになってから1時間余りで解雇された。スタンフォード大学時代に野球を外野手としてプレーしていた。その後は大手エージェンシーのクリエイティブアーティスツエージェンシーの野球部門で選手の代理人をとして活動する。主なクライアントにヨエニス、セスペデス、ジェイコブ・デグロム、ノア・シンダーガード、ティム・ティーボーなどニューヨークメッツに在籍している選手も多く、そこからオーナーであるフレッド・ウィルポンとの親交が深まっていく。2018年シーズン終了後、前述のウィルポンとの縁でメッツの GM に就任した。直後から、もともと代理人を担当していたロビンソン・カノとこの年57、西部のエドウィン・ディアスをシアトル・マリナーズから獲得するなど、積極的な補強に動いている。自身がエージェントを務めていた高額年俸の選手を多数獲得して、利益相反として問題視されていた。ありがとうございます。